まあ本当の話ですけど、はい、父が心理学をやって、うん、私が教育学をやって、うん、一番良かったことは、うん、その限界を知ってたことだと思います、うんうん、あ、ね、心理学の限界ですか、うん、そうです、まあ、これは頭で考えたことですけど、うんうん、そのもううまくいかない、もうこれはもう実として、うん、もうどうしようもないことなんで、うん、何しろ3年間あって、うん、どうにもできなかったんで、うん、でその時に改めて考えてみると、その発達障害だとか、うん、その障害児教育だとかで言葉はあるんですけれど、うん、現実には大学に行った時に研究室に、はい、その障害児だとか発達障害を扱う部門がないんですね、うんでうんうん、部門がない、あの、まあ、研究室がこう分かれてるわけですけど、うんまあ、よくあの先生ご存知だと思うんですが、うん、教育哲学がある、うん、西洋教育史、日本東洋教育史、うん、教育方法学、方法学って言っても現代的な方法ではなくて、まあ、古典研究ですね、うん、それからまあ、教育社会学、うん、これはもう社会学なので、うん、その漫画の研究であったりだとか、うんまあ、テレビであるだとか、うん、あの多少まあ教育と絡むところのまあ社会学、うん、それから、教育あ社会教育学、うん、あのこれもですから図書館の研究であるだとか、うん、で、まあ、多少その部分でその、うん、箱物的な、うん、その障害を持った人の、うんまあ、教育施設をどう運営するかとか、うん、そういったまあ研究でしかないんですね、うん、で他に今教育行政学があって、うん比較教育、比較教育って結局アメリカの教育制度だとか、うん、あの制度研究でしかない、で私があの所属したのが教育経営学、うん、学校経営研究室というところで、うん、そこも、うんなんていうのか、まあ、教師をどうその養成するかとか、あるいは当時であれば私の時代にはまだ学校カウンセリングっていう制度が、あの全くなかった時代でしたので、まあ、アメリカの制度がどうなってるのか、でも制度研究をしなさいと指導教官から言われるわけですね。私はもう少し中身がやりたくても、まあ、そうできない現状もある。でよくよく振り返ってみると、はい、まるっきりその考え方として発達障害イコールその知的障害であって、うん、これはもう治らないと、うんうん、絶対に、うん、で治らないから特別な、うん、あの施設を用意しなければならないというその厳然たるその思想考えと、うんうん、それからまあ現実があるわけですよ、うん、その社会資本もそうなっているし、うん、でもじゃあ心理学の方ではって言ってもその、うん、結局まあアスペルガーだとか、うん、そういう名前を、うんまあ、つけて、まあ、どこに分類するかっていうことだけなんですね、うんはい、でそれをもう現場で体験してしまったので、うん、その実際自分の子供がそういう対象となって、うんまあ、先ほど、うん、あの来お話ししている通りのことで、うん、でもうこれはダメだと、うん、もうとても教育、まあ、いわゆる世間でいうとこの教育の心理学では、うん、もううちの子はもう追いやられてしまう、うん、ただ阻害されてしまうとおしまいっていう確信があったので、うん、だからもうまあ言葉はいいですけど、うん、ダメ元なんですよ、うん、僕今これ話してて、うん、一番びっくりするのが、うん、涙が出なかったんですよ。あの今日まだ家内は泣いてますけど、こういう話をした時にどうにも涙が、うん、溢れてしょうがなかったんですけど。そうですか。それいつ頃まで。いや昨日まで。昨日まで。いや久しぶりに久しぶりに話したら、もう今自分で驚いてらっしゃるわけですね。そうです。要するに今まではもう涙が でもう抑えられなかった。そうこういう話をした時にきっともう本当に辛かったんだと思うんです自分で。ですけどまあ本当に、うん、
確実に安心できたのはこの半年なんですけど、1年半前から始めて丸1年経って、で学校へ上がり、1学期まあ1月2月過ごしてから、まあ、今日に至るまで普通学年上がったっていう時は一つエポックでしたよね。あ、2人で行けるようになったってね、うん、そこはもう戦いました、うん、あ私がいわゆる修行に関するハードルを、ハードルをねもうぶち破ったんですよね、うん、そうですね、うん、全部あの要するに学校側は支援学級に行けなかったからね、行政は支援学級に行かせる、学校は何も言わないんですけど、教育委員会教育委員会が、だけどあの相談室っていうところを使ってましたので、そこの職員の方が、あの納得、別にあのなんていうんですか、保護者がどうしても、あの普通級に入れたければ行かせることは可能なんですけども、それはもう主人が先にもういいんじゃないかって言われたんですね、いいんじゃないかって、あのそこその期間を使わなくてもあの相談室っていうのにも行かなくて、うん、そう行く必要はないんじゃないかって言われたんですけど、私はそれがあの納得してもらいたかったんです、うんうん、イエスが欲しかったんです。なるほどね、なるほど、はい、大事なことを忘れてそれ買ったんだ。それでもう最終的にはずっともうあの支援級だ養護学校だって言ってたあの医師が精神科のお医者さんだよね、精神科医師だよね、もうこれは問題があるとは言えない。素晴らしい、すごい、素晴らしい。でも結局それは年をこうして、うん、今年の話ですね、うん、今年の1月に、はい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 、あの最終的に、うん、本当は12月くらいで決めるんですけど、うん、引っ張って引っ張って1月の、うん、6日でしたね。ああ、じゃあ、はい、素晴らしい、4月、ね、勝利したい、はい、うん、あのまあ多少記憶はやフェアですけど、うんうん、相当はっきりとした形で、うん、あのよくはなりませんぐらいのことを言われました、うん、言われたんですよ、うん、あのこういうケースで、うん、ちょっと同じ医師で、そうです、うん、あのそんな劇だ、思い出した、劇的に変わることはないってはっきり断言されたんですね、うんうん、それ薄れこだわりとかが薄れていくことはあります、はい、多少良くなることはあっても到底その不通級など、うん、まあ無理ですよと、それいついつ、まあ、無理ですよとは言われないけど、ニュアンスはそうだよね、ニュアンスはね、あのあのどういう形かっていうと、うんうん、覚えて、子供さんが辛い思いしますね、そうやって無理に入れるとね、そうやって言うの、無理に入れるとそうなりますよっていうね、それはまあ向こうからしたらそれが要するに頭の中にね、こう劇的な改善がありえないと思ってるわけだから、それ言いますわね、そういうふうにね。なので私も聞いたんです、子供に、あの学校に子供に選択させようと思ったんです、ね、なるほどなるほど、でどこの学校に行くって言ったら、その一緒に遊んでいるマンション の, あの同級生たちがいるわけですよ、その子たちと一緒に通学班で今の小学校に通うって本人が言ったんです。それは今年、いや去年ですね、あ 去年の修学時研修、修学前研修っていうのがありまして、それが11月の4日でしたね、でそれも判断基準にしようと思ったんです。なるほど、そうですね、それで、あの何かあると保護者とは別々になるんですけど、呼ばれるんです、あ、修学時研修でね、はいはいはい、でも呼ばれなくて、呼ばれなかった、保健指導の先生に、まあ、一応お願いしていたんですけど、事前に、はい、こういう心配がありますね。そしたらあのどんなこと、全部ですよね。まず座っていられないとか、その聴診器を胸に当てるのをできないかもしれない、はい、嫌がるかもしれない、うん、なるほどね、うん、あとはあの聴力の検査とかもあります、うんうん、それも嫌がって受け付けないかもしれない、はい、でも何なく大丈夫です、はい、誰も一人も知っている子がいない中で、あのすぐあの私もちょっと離れて見てたんですけど、
女の子の知らないお友達なんですよ、うん、全く知らない友達とあのその診察というか問診の方の手をつないで、うん、消えていったんです。うん、自分から手を引いてと思って踊り上がるような気持ちだったんですけど、まあ、もう嬉しいことしかなくて、そのかつて一番つらかったようなことがまるっきり逆に嬉しいことになっているので、そのコミュニケーション取れないというのが、その当然その子供たち集団でいるときに、はい、うちの子だけその輪に入れない、で輪に入っていても話しかけられてもその目が合わないから、何って感じになる、で挙句はその年下の子にまで、あの子ちょっとおかしいよって言われたり、それが逆にほら、学校である子に家内が、ね、あの向かい、うちはちょっと児童クラブに預けてるので、その向かいに行った時にお母さんだよねって言われて、そうだよって言ったら、あの僕ねって退屈な毎日を送ってたんだけど、小学校1年生ですよ、来てからもう楽しくてたまらないんだとか、私にありがとうって言ってくれたんです。本当にあの涙が出ますよね。少年団、スポーツ少年団で見てても、あの他の子よりも積極的にその話しかけたりだとか、あの助けに行ったりとか、あの誰かがこう転んで泣いてると、どうしたのって言って、あの起こしてあげに行ったりとか、それがもういわゆる別人ですね。ですから本当にもう3年間の、まあ傷って言ってもいいと思うんですが、それが完全に私たちも癒されたし、本当にもう全てがこういい方へいい方へですから、ニコニコしてられるんですね。あの本当にもう毎日が楽しいし、あの親の私たちが楽しい、で子供も楽しい、もう何だろうこれはっていう感じです。お子さんは以前のご自分について回想はされますか？それがない、ないですね。で私が叩いてたんですよ、拳で叩いてたんです、何きまかぶってたんです、もう抑制が効かないんですね、いけないいけないって分かってるんですけども、もう我慢できないですね。我慢せば我慢するほど痛いちゃいますもんね。手があって、それを今になって謝るという時があるんですよ、最近は謝らないんですけど、その去年あたり始めた頃に、ごめんねお母さんの時おかしかった、そうすると覚えてない、覚えてない、昔の記録、昔っていうか以前の記憶は、いや、そのことを覚えてない、そんな叩かれたことを覚えてないみたいですね。おそらく僕と一緒じゃないかなと思うんです。私ももう今となっては、もう確実にその辛かったことよりも今の喜びの方が勝ってしまったので、もう気にならないっていうか、過去のことが嫌なことが、で大体子供の口からマイナス的な要素っていうか言葉が出てこないですね、マイナスなこと、だからつまらないとか、ダメとか嫌とか、そういうこともね、そういうことはめちゃくちゃ前向きじゃないですか、我々より前向きじゃないですか。